はい、今日はですね豊浜のツッチーのお店の資料館に来てます。はい、鎌田さん、おはようございます。おはようございます、はい、お元気ですか？久しぶりです。ちょっと今日はですね、実は見てください、じゃーんということでカーボン2本目でございます。できました。できました。ちょっとまあ皆さんね、見てもらってる方は分かると思いますけど、まあ僕カーボン板1本折れまして、でまあ実は鎌田さんが2本目を作っておりました。はい、こんな感じです。仕上がりはどうですか鎌田さん？まだでもね、改善の余地あるかもしれないけど、うん、でもいいんじゃないですか？どうですか？いや、良さそうです。めちゃくちゃ軽いですね。相当クオリティ高いよ。だけいや、そうですね。俺が前折れた板なんですけど、ちょっとやっぱりちょっと若干違って、まあ実はちょっとこの板プロトタイプで、まあ実際今回この作ったボードと巻きが違うんですよね。なのでまあカーボン自体は同じなんですけど、ちょっと内容は変わってますので、まあ若干性能は変わるんじゃないかなという読みです。はい、でまあ今日実際僕もサーフィンしてきますので、これとの差をね、ちょっと今回鎌田さんにも伝えて、で皆さんにもねお伝えできればなと思います。はい、軽さはね全然違って、本当鎌田さんが言う通り、なんだろう、まあまだプロトタイプ、こっちもプロトタイプではあるんだけど、正直かなりクオリティは高いと思いますね。はい、こっちは軽いもんね。いや全然軽いで、うん、まあ、今回内容ちょっと言うと、中身はハイデンシティのブランクス使ってるみたいです。で軽めですよね。軽めのやつです。そうです ねパフォーマンスはもうぶっちぎりやばいと思います。はい、持った感じの軽さも本当にかなり軽いんで、ただなんか軽いんだけどなんか張りがある感じで、もちろんこれもカーボンをバキュームで巻いてるので、はい、3D の工場で全て完結してるって形ですね。はい、ちょっとじゃあトマスさん、これまあモデルがネオディスクグラインダーで、そうですね、その辺もちょっと説明します。はい、こんな感じですね。まあ、これモデルがディスクグラインダーって言って、まあ、少しこうおじさまたちにもね人気なボードデザインなんですけど、パフォーマンスめちゃくちゃありますからね。そう、実際すごいパフォーマンスできるんだよね。ですよね。だからまあこのモデルを選んで作ったんだけど、うん、そうですね、まあ、一応鎌田さんが乗るっていう数値で、うん、まあ、作成してもらってて、まあ、僕は今日ちょっと筆下ろしさせてもらおうかなっていう感じで、はい、行っちゃうんですね。俺より先にもう毎回鎌田さんに先に乗って折るっていう。今日オンないだよ。今日はやめます、本当に無茶はしません。でもまあコロナみたいならね。そうですね、まあ、前回はね僕折ったのチューブなので、まあ、ちょっとね。でもやっぱカーボンって皆さんなんか折れないと思ってる方が多いんだけど、うん、実はまあ釣りとか好きな人ね分かると思うんだけど、カーボンって意外と折れるんだよね。そうですね、うん、まあカーボンのメリットって、まあ、形状を元の、あの形状に戻すっていう能力が高いだけで、うん、なんかこう勘違いしてるのは、そうすごく強度が、うん、高くて、うん、なんか折れないんじゃないかっていうね、うん、ニュアンスなんですけど、うん、まあ、高反発っていうのが売りですからね、うん、そうだね、はい、でジン君の折れた動画見てみんな衝撃受けてたもんね。誰も折ってないんじゃないの？そうです。折ってても隠してんのかもしれないね。まあね、うん、まあ嵐の動画でやっぱクラッシュはしてましたからね。あ、まあクラッシュは絶対するよね。人とぶつかったりとか、 あとそのテールパッチの辺の踏み込みで割れてましたね、ここら辺を。そうなんだね。そう、割れてましたよこの辺。だからまあ折れないっていうね、うん、わけじゃないんで。ただフットマークとかはやっぱつきにくいみたいで、いろいろちょっとテストしていきたいですね。そうですね、まあまだね試行錯誤中の中でのねちょっとボード作りだと思うので、だんだんブラッシュアップしてっていう形だと思うんで、うん、でもまあこれで、ね、今回作ってみて、うん、ね、また次のボードね、うん、ありますからね。何が大切かっていうのが分かれば、そうですね、どん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 ブラッシュアップして、まあ、これを僕が今日乗って、それをのフィーリングで次ちょっと鎌田さんに、まあ、僕が渋予選までにちょっと1本お願いしてるので。早いっすね、ずいぶん無茶言うね。ちょっとかなりね手間がかかる、うん、手間暇かかるちょっとボードなんで、すぐ欲しいっていうのはなかなか難しいとは思うんですけど、ただ村田嵐も最近もうこれしか乗ってないですね。あ、ね、でもねこれ乗ってる、カーボン乗ってる人のサーフィン見るとね、うん、全然違うよね、やっぱり全然違いますね。なんか板が生きてるというかね。いや本当にエアーのメイク率ももうグッと上がってて、彼は
でしかもどちらかというとパフォーマンスボードよりもこういうちょっとファットなボードを乗ってましたね、うん、だから僕も今日これ乗って、うん、もし調子よかったら、うん、ちょっとファットな方行ってもいいかなみたいな、うん、なるほどのちょっと気持ちもあります、うん、はい、ちょっと行ってみてください。じゃあちょっと僕サクッと着替えて、うん、今波あるんで、じゃあ行ってみましょう。はい、ありがとうございます。よいしょ。うわ、砂が。ちょっと砂が。なかなかこういうとこでやらないですよ。さあ行きましょうか。うわ、木とかつってるよ。いいですね。こんな感じでいいかな。太陽の下で見るとね、めちゃくちゃ。この紫がかってかっこいいんですよね。かまず上からずれたな。鎌田さんちなみに何型ですか？ B 型です。 B 型ジンク A 型ですか？僕 O 型。あ、O 型だ、はい、違いましたイメージが。うん、女子トークみたいな感じじゃないですか。女子A 型かと思った。 A 型っぽいですよね、うん、後ろの手でグッと押すじゃん、うん、でここへこませしているんだよね。あ、いますね、うん、買ったばっかりネタを点でこうね押すとへこみますからね、うん、サーフボードって、うん、おはようございます。おはようございます。スーチーさん先日ありがとうございました。いえいえ、とんでもないです。すいません、お世話になっております。今日はあのはるばるスーチーさんのこの富山ポイント、はい、お店の名前、そうですね、ファーストです。ファースト、はい、ね、コネクトベースファースト、コネクトベースファースト、はい、岩田ですね。そうですね、はい、はい、インターから近い、バイバスで、トヨタ東インター降りて、1分ぐらいのところですね。岩田東です。あ、岩田東です、ね、はい、ララポートから近いということで。そうですね、はい、はい、今日はあの試乗会にお邪魔させていただきました。はい、ありがとうございます。まあ、先日あの応援来てもらって、はい、ちょっと結果はあまり言いませんけど、はい、はい、なんかニューボードが来たっていう話で。ニューボードね、はい、スラスター1本と、はい、ロングボード1本。ロングボードも来たんですか？はい。え、2本？こいつ今日下ろしです。マジですか？で、まだ ACC。あ、これ？え、めっちゃかっこいいじゃないですか。あ、かっこいい。ね、ノーズもいける系ですか、これは。そうですね、あ、基本的にノーズライダーで。そうですよね、かけたんで。そうですよね、はい、まあ、ツチさんプロのロングボーダーですから。はい、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 KPSA プロのロングボーダーそうですね、はい、ただショートボードも乗るということで。はい、あ、ちょっとあっち見させてください。じゃあ、開けちゃいますか。僕もスパンキー結構好きで。そう、もうね、これがやっぱシングルコンケーブがですよね、シングルコンケーブです ね、やっぱり。やっぱこのディープシングルが上級者はもうたまんないですよね。ボトムターンでのですよね。わかります。やっぱりいいんですよ。まあ、歩夢プロもね、これでプロになりましたからね。そうですね、はい、あ、いいですね。シャープですね、やっぱ相変わらず、ノーズあたりが。このね、この、あ、いいですね、 3D って感じね。うん、かっこいいな。僕いつもカラー入れちゃうんで。そう、はじめね、はい、グリーン系を入れようかなと思ったんだけど、ね、やっぱカラーを入れるとやっぱりウェイトがちょっと重くなっちゃうんで、まあ、3D 軽い方なんですよね。そうですね、それでもね、はい、ティントとか入れても、まあラミネーターの腕がいいんで、はいはい、あ、そうですね、はい、ゴーさんね、ゴーさんあのスキルアップしてるんで、ね、バキュームを取り入れてますから、ね、もうカーボンボードまで製造できるってことなんで、ね、はい、なんかさっきちょっとね話聞きましたけど、はい、なんか通常のラミネートでもバキューム使えるらしくて、うんうん、なんかまた変わるみたいですよ、はい、いろいろと。進化してます。進化してますね、はい、まあ、土地さんとこ行ってもらえれば ね試乗ボードも乗れます。あと愛知県の方にはサーファーズナイトなんてお店がありますんで、ね、いつもすいません、ありがとうございます。ぜひそちらでもね、オーダー可能ですから、はいはい、はい、じゃあちょっと今日波良さそうなんで。そうですね、はい、やってきます。もしあれだったらやってください、はい、入ってきます、はい、サーファーモード乗ってきます。はい、頑張ってください。はい、はい、ちょっと今着替えてきました。じゃあちょっとこれね、ちょっともう筆下ろし僕がさせていただくことになりましたんで、はい、ちょっと乗ってきます。で、僕前回ねフロントのデッキパッチ貼ったんですけど、もうすでにあったかいです。これ全然天気があったかいね。あったかいですね。なんでやっぱあの村田嵐もすぐワックス溶けてましたけど、まあ、絶対こうっすね。裏面はだって冷たいですね。あ、ほんと全然違うわ、うん、これ気をつけないとダメですね。ちょっと冷やして
もうちょっと冷やしてからワックス塗ります。で、フィン何がいいですかね。まあちょっとこ今日波小さいんで、うん、L サイズつけてみてください。あ、じゃあ L でいきます。ミックの L 持ってるんで、はい、ミックの L サイズでいきます、はい、じゃあちょっとつけて行ってきます。で、沙織さん撮影してくれるんで今日はランドショットあると思いますんで、頑張ります、はい、頑張ります。行ってみます。かわいい沙織。I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance. I just wanna pop, pop, turn around, dance. I just wanna have fun, turn around now. I just wanna have fun, turn around now. I just wanna turn around, dance, dance, dance. I just wanna差し入れです。やばくないですか。うまっ、カツオやば。カツオやばい。もうこれご当地です。やべえな。味噌で叩いたやつですね。そうです。カツオの味噌叩きです。カツオの味噌叩き。このまま。絶妙なやつ出すね、またこれ。うまっ。嘘。うん。ね、カツオの味噌叩き。はい。あ、ちょっといただこう。タンタン。タンタン。タンタン麺のタンタン。タンタン。うまい。うん。うわ、うまっ。やばいな。ニンニクでカツオをいただきます。皮がコリコリしてる。皮付きなんですよ。ほんとこのパリパリ感。うわ、パリパリ感。俺カツオのこの皮付き食べたことないけど。うまいね。あ、本当ですか。あ、僕も食べたことないかも、皮付き。あの、普通は皮を落とす。うん、ジンジン、取り合わせちゃダメよ、うん、これ大事よ。このちゃんと取っております。パリパリ感がシェパーチーカマもパリパリね、プチプチって言いますよね、うん、これ福田漁港で上がったやつを、うん、もうすぐ、すごいな。あ、福田、福田って言うんです。え、福田って書いて福田。そうです。え、知らなかった。そうなの。福田漁港だ。いや、かましい。福田だそうです。福田だそうです。で、この生シラスは湘南とは違う。違うね。違う。これわざわざ我々クラスになってくると、はい、湘南から来てこの生しらすを食べたくて今ここに来たね。試食会はどうだっていいの。試食。それよりも試食会はどうだっていい。試食会に来た。試食会に来た。試食会。そんな中。試食会じゃなく試食会。そう。そんな中でこれ開けてみましょう。はい、ぜひぜひ。ちょっと見たいっすね。ね。で、うわ、でかー。見て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 、このキラキラ、ね、めちゃでかいですね。でね、湘南と違うの、この大きさも違うし。その前にちょっと自己紹介してくださいよ。あ、そうですね。じゃじゃじゃ、いや、自己紹介でしょ。湘南つったら俺でしょ。ジンジンの YouTube に、YouTube に出場です。あたーす。ベロベロです。そりゃそうでしょう。もうベロベロでございます。そりゃそうでしょう。いただきます。うん。食レポ俺うまいから。はい。食感と粘り気が湘南のしらすとは雲泥の差でございます。湘南っつったら俺でしょう。あたーす。いや、ちょっと食べたいですね、うん、しらすも。ぜひぜひぜひこれ味わってみて。いただきます。シラスやばすぎます。カツオもやばい。ちょっと僕疑問に思ったこと一個あるんですけど、結構、うん、テル君って、うん、お菓子好きなんですね。大好物。僕朝、うん、見た時から、うん、ポテチ食べてて、で今見たらやりやがったと。ポテチあるし。やりやがったと。いや、結構ポテチあるし、うん、ポテチあるし、うん、いや違うよそれ。あの姉さんが、土地のとこ姉さんが買ってきてくれたから、はい、無理くり食わされてるだけですよ。いやいや、でも結構独り占めしてましたよ。渡さないよ。大好物です。じゃ
箇所食べないと 3D のやつやってみんなサーフィンに慣れないんで、あたーす PPP ラインをして PPP ってやられるわけですよ。そういうことです、ね、そう、はい、それをやらないと我々も気が済まないんで、はい、47年間は、はい、シェーパーと、うん、あの相談役として、それはもうずっと、あ、そういうことですね。 3D のそれが 3D を支えてきたんですね。PPP あたーす。いや僕はねちょっと正直このお酒とポテチ、うん、相性、うん、すごい良かったです。これでいいの湘南っつったら俺でしょ。 PPP あたーす。みんな湘南もよろしくです。よろしくです。柳島てるくんでした。あたーす。お疲れ様です。お疲れ様です。いやちょっと波のコンディションがねなかなか難しくて、ちょっとバックウォッシュがね、そうだね、激しかったっすね。まあね、今日1本目、あ、1回目のね、テストとしてはまあちょっと難しいコンディションだったんだけど、まあこのコンディションの中でもまあなんとなくまあ滑れたかなと思って。そうですね。でまあ俺も含めてジン君も乗ったし、あと沙織ちゃんっていう女子も乗ったんだけど、そうですね、で彼女のとかジン君のライディングを見ててもまあテイクオフ早い、そしてなんか前に出るのね、のが早いかなと 思,、ね、うん、思ったね、うん。まあ、僕の場合だとレール入れてちょっとこうアップスみたいなね動作ができると前に行く推進力やっぱ違いましたね、うん。で前乗ってたこうボードよりかはやっぱりこれちょっと軽いというか、うん、こうフレックスが感じられる感じがしたんで、うん、個人的には好みですね、正直。それって多分、はい、巻きが違うんだろうね。そうですね、うん。まあ実際前回の巻きと今回の巻きは違うので、うん、まあ前回のプロトタイプで、まあ、これももちろんプロトタイプなんですけど、うん、まあちょっと巻きのねやり方が違うので、うん、まあ、そのあたりがね差が出てるのかなって感じがしました。そうだね。はい。ただ僕的には好印象です。あ、本当。それは、はい。じゃあジン君の自宅じゃあこんな感じでいきましょうか。そうですね。まあ、気持ち、まあ、重くてもいいかなっていう、まあいやでも僕はこれでいいかなって感じは正直しますね。ああ。うん。まあ、鎌田さんちょっとね重ためでもいいかなとか言ってましたけど。せめてね、うん、今日膝ぐらいだったんで。そうですね。膝のバックウォッシュの波だったんで。いや。ちょっと。腰ぐらいの波でもいいからもうちょっとフェイス走れるね。そうですね。でも膝ぐらいの波でもちょっと切り立ったところでレールが入ればその瞬発力だったりとか、ね、全然違いますよね。速さは間違いなくすごかった。うそうですね、うん。まあ個人的にはこの波の状況でも、うん、まあカーボンの良さは感じれたんで、うん、まあまた僕のねボードが届き次第、うん、まあもしくは赤松さんまた動画ね、うん、撮ったタイミングでまた皆さんにお見せできればなとは思うんで、ちょっとね次千葉で、はい、もうちょっといい波でやりたいです ね, すね。まあまた引き続きですね、うん、今日はちょっと、ま、ね、コンディション的にはもうちょっと長い板がね、うん、長めの板の方が良かったですね、このコンディションだと。値段も高いんでね。そうですね、うん、中途半端なものを提供するんじゃなくて、そうですね、ちゃんとテストして、そうですね、いいものを、はい、僕たちは提供したいなって思います。はいはい。まあまた引き続きちょっとチェックしてもらいたいなって感じですね。やっていきましょう。はい。じゃあ鎌田さんありがとうございました。一日ありがとうございます。すいません。またじゃあ僕のボードお願いします。急ぎでしょ。超急ピッチで分かりました。おそらく僕が頼む、板に関してはニューモデルで行こうかなっていう感じはしますね。行きましょう。はいはい。ちょっと楽しみにしておきます。はい。では皆さん行ってらっしゃい。さあ行ってらっしゃい。ありがとうございました。